りました。続きまして衆議院議員木内稔さんがお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。建国記念の日奉祝式典、ご開催誠におめでとうございます。またお招きありがとうございます。運営委員会の会長でいらっしゃいます三浦健次郎様、また名誉顧問でいらっしゃいます鈴木富士夫様、中山正邦様はじめ顧問の先生方、そして何といってもですね、長年の素晴らしい建国記念の日の奉祝式典を同志とともにご準備に当たられておられます江川健次郎様、そして奥様はじめ、本当にですね、皆様方のこの見えないところでこういう素晴らしい会を長年やってくださった稽古と心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。今江川邦彦さんの話をしましたけれども、同じ邦彦で今日武田邦彦さんという中部大学の、先生がね、全く同じ感じの邦彦さんです。私も実は復活当選した時に、武田先生の原発の問題でいろいろ勉強をさせていただきましてですね、大変参考になった次第でございます。それからしばらく武田邦彦先生からご無沙汰しておりまして、たまたま今日のこの建国記念の日の奉祝式典にお出になるということを去年、チラシで、知りましてですね、どういうことを発信されているのかなと、私あんまりインターネットとかですね、新聞テレビもそのなんていうんですかね、こういう情報型の時代だからこそあまり、情報に翻弄されたくないということで、あんまりインターネットとか新聞テレビ、接する機会が非常に少ないんですけれども、まあ本当に驚いたのは環境やエネルギー政策はじめですね、歴史認識の問題等について、まあ、これほどですね本質をついている方は少ないなと。で、私は怖くて言えないことをバンバンインターネットで発信してですね、命がいくらあっても足りないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それほど多様にですね、いろんなことが情報が拡散しておりますけれども、まあ、その背景背後にあるいろんなものとかですね、それはやっぱり事実あるいは科学をベースにしっかり検証していくことが大事だということを、おっしゃっている武田邦彦先生、本当に素晴らしい方であります。例えば私は環境副大臣昨年させていただきましたけれども、もちろん環境をしっかり守ることっていうのは大事なことでありますけれども、むしろ環境をビジネスにしてあるいは利権としてやっていこうという、そういうような人たちも実はいてですね、その善悪の区別がなかなかつかないというのは、非常にこれがまたいろんな大きな問題を、はらんでいるわけでございましてですね、まあ、そういった意味でのメタリテラシーをしっかり学ぶ上で、今日武田邦彦先生のお話は本当に大事なんじゃないかなと私申し上げございます。最後にですね、ちょっとこの場をお借りしまして、なんでご皇室は男系じゃなければならないかということをですね、分かりやすく言いたいと思います。それは126代男系についてが以上あるなんです。理屈の変革でもないんですよ。126代続いてるってことはこれ奇跡でじゃないですか。そんなことをですね、我々現代人の逆しらでですよ、勝手に変えたら、私が神様だったらドタバ来て天変地を起こしますよ。そう思いませんか皆さん。そんなの理屈じゃないんですよ、はっきり言って。例えばね、じゃあお手洗いをね、もう完全無菌状態にしてですね、完璧にきれいにして、そこに仏壇神棚置きますか。いや、科学的にはこれ無菌状態で完璧ですって。やっぱりなんかやっぱりご不浄とか罪汚れとかそういうものってあるわけですから、やっぱりそういうね、理屈に合わないとか関係なしに我々の人事がね、考えられないところで続いてることはしっかり、ね、続けていくということが日本人としての務めではないかなと思います。で、あえて理屈を言えばですよ、ずっと関係で続いているということは、もし女系になったらですね、隣の国の素晴らしい方のね、例えばご子息習近平さんという立派な方のご子息とか、キム・ジョンウンさんという立派なご子息が言うのもやるけどね、ご皇室のどなたかと結婚されて、そこから女系になってっていいんでしょうか。いいわけないですよね。じゃあ皇室は開かれてないじゃない、おかしいんじゃないかという方には理屈で反応しますけど、でも皇后陛下は民間からも、ね、
昔は侍の娘さんも嫁ぐことができた。全く開かれてるわけですよ、これ。こういうことも含めてですね、しっかりと我々がですね、先頭に立って126年ずっと続いたことをですね、変えてしまうと。ローマ教皇をね、急にやっぱり女性から入れましょうなんて、そんなことを逆立ちしては起こりませんからね。日本の皇室はヨーロッパの王室とは違うんです。そういうこともしっかり、私たちは学んでいきたいなというふうに思う次第でございます。まあ、あまり話すとですね、あれですので、これぐらいさせていただきますけどね、これからもしっかりとですね、地に足のついた議論をしながらですね、塩谷先生はじめ先輩議員、県議市議の同志の方々とですね、タッグを組んで頑張ってまいりますことをお誓い申し上げまして、私木内の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。もう一方お願いしたいと思います。衆議院議員源馬健太郎様、お願いをいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました衆議院議員の源馬健太郎でございます。今日は建国記念の日、奉祝式典、これだけたくさんの皆様がご出席のもと盛大に行われますことを心からお喜びを申し上げたいと思います。先ほど来お話ありました通り、もう36回にも及ぶこの会がですね、こうしてたくさんの方が集まって運営されるというのは、ひとえに運営委員会の皆様のご努力のおかげだと、私たちも心から感謝を申し上げたいと思います。建国の日ということで、先ほどからお話ありましたけれども、日本という国ができた起源がいつなのかというのを表すのはこの建国記念の日ですね。世界各国同じように、どこの国でも建国記念の日っていうのは、割と定められておりまして、例えばアメリカは18世紀に独立戦争で勝った日をアメリカ合衆国の建国記念の日と定めていますし、フランスも18世紀にフランス革命が起こった日をフランスの建国記念の日と定めています。カナダもイギリスの植民地支配から脱した時がカナダの建国記念の日。オーストラリアだけなぜかイギリスの植民支配が入ってきた日をオーストラリアンデーという建国の日にしていますが、大体どこの国も18世紀から19世紀、ドイツは20世紀ですけれども、植民地支配から脱したりして自分の国がスタートした日を建国記念の日というふうにしています。我が国だけ紀元前660年に今の金城陛下からずっとたどっていける初代の神武天皇が即位された日が我が国のスタートの日ということで、もうそれだけで十分じゃないかなと私は思います。そういうことをですね、今の子供たちに教えていけば、子供たちの背筋は伸びてシャンとして誇りを持って生きていけるんではないかなと思います。私たちの世代は特にですね、これまで日本というのは悪いことをやってきた、だから隣国や世界に対して何か言われたら謝って国際社会に入っていかなきゃいけないんだという教育を受けてきました。そうじゃなくて、我が国は世界で一番長い歴史を持っていて、よその国が18世紀19世紀に国ができたのに、私たちは紀元前660年から日本というものがあるんだ、こういうことを教えるだけでも私は子供たちがまっすぐ育っていくんではないかなというふうに思います。去年も英語の大学試験の英語の入試の問題もありましたけれども、教育の問題というのはいろんなことがありますが、やっぱり子供たちが誇りを持ってですね、胸を張れる教育をしていくのが一番大事だと思います。家庭でも、もううちの家計っていうのは本当に悪いことばっかりやってきて、お隣さんにいつも迷惑かけて、もう今でも文句を言われるけども、